はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。前回挙げた CWA の解説動画が思った以上に反響が大きかったので、今回はまた海外の COD をテーマにね、動画を作りたいと思います。海外の COD e スポーツは日本よりね、何年も先を行ってるんですけど、まあそもそもね、知る機会が少なかったり、知りたくても英語がわからないっていう人が多いと思うので、今回は動画にしたいと思うんですが、今回は大会ではなく、海外の COD 選手一人にね、テーマを絞って動画を作りたいと思います。現在世界大会 CWL を2大会連続優勝し、現最強チームと言われている100シーブスのイネイブルを今日は紹介したいと思います。本当に今ノリに乗っているチームで、CWL ロンドン、アナハイムで圧倒的強さで連覇をしています。そんなチームの一員の彼なんですけど、まさにね、ゲーマーの命とも言える手に大怪我を負っています。実は彼には右の親指がありません。親指がね、ない状態でどうやってね、コントローラーを使う COD プロで活躍しているのか、ちょっと彼の経歴を振り返りつつ、今日はね、紹介したいと思います。イネーブルが親指を失うのは本当に早かったです。彼がまだ2歳の頃、2歳なのでまだ物理法則もわからない彼は、他の人がね、漕いでいるワークアウトバイクのチェーンに興味本位でね、指を伸ばしてしまい、右の親指を切り落とされてしまいます。もうこれは想像しただけでもう痛いよ。でもめちゃくちゃ痛いですよね、これは。イネーブル自体はその瞬間はね、まだ2歳だったんで覚えてないらしいですね。右親指がない状態でどうやってコントローラーのね、操作をしてるかっていうと、まあ本人曰く、コントローラーをちょっと右の方に傾けるだけで、まあ問題なくね、操作はできると言っているんですけど、まあ絶対難しいと思います、これは。まあ普通の人はね、簡単にできるものじゃないと思うんですね。そして他のあるインタビューで、本人はね、この怪我による障害はまあ軽視したいと言ってます。こういうふうに言ってます。私の場合は親指を失っているが、ここのプロリーグにいるプレイヤーは本当いろんな人生的な障害を抱えていると。身体的な障害だけじゃなくて、支援的な親がいなかったり、あるいは本当にすごく貧困の中で育った人とか、いろんな障害を持った人がいるから、障害は私だけじゃない、だから障害は言い訳とかにはしたくないって。アメリカは本当厳しい競争社会なんで、やっぱりプロの中でも本当もともとね、家がめちゃくちゃ貧乏で、その中でも勝ち上がってなんとかこうね、親にお金を返したりだとか、本当に普通の家庭で普通にテレビゲームを家でできるっていう家庭がね、そんなね、いるわけじゃない。やっぱほんとちゃんと裕福な家じゃないとそういうのはね、できない社会なので、そう考えるとほんと日本ってね、めちゃくちゃ恵まれてますよね。そして成長した彼はゲームのね、 e スポーツ界に入っていくんですけど、実は彼は最初は COD のプロではなく、なんと別のゲームのプロゲーマーでした。2006年にヘイローのプロデビューを果たします。現在25歳なので、イネーブルは、当時12歳ぐらいかな。そしてこのヘイローというゲーム、XBOX の超有名なゲームなんですけど、まさに今週末期の FPS を流行らせた、伝説的なゲームで、多分このゲームがなければ多分 COD もコンソールで流行ってなかったと本当に言えるぐらいの有名なゲームです。なので海外の COD プロにも実は元ヘイロープロがかなり多くいます。代表的なのが本当フォーマルとかイネイブルですね。でさらに今フォートナイトで超有名な忍者も実はヘイローのトッププロでした。ね、当時ね、僕忍者大好きでね、忍者のヘイロー動画めちゃくちゃね、実は見てました。彼は2006年から2013年までヘイローのプロを続け、着実とね、成績を上げていきました。なんですけど、その後一時的にヘイローのプロリーグがなくなった時期を境に、多くのヘイロープロが COD のプロシーンに挑戦します。もちろんその中にもあの忍者もね、実はいました。忍者は COD のプロになることはなかったんですけど、まあ、もしね、この時成功していれば、もしかしたら忍者も COD のプロになっていたかもしれません。まあ、忍者は残念ながら、なかなか成績が出ず、なんか COD の BO2 のディスクをね、割る動画が結構有名です。そして彼は、COD プロへの道を歩みます。2013年はゴーストの時代ですね。まあ、彼は様々なチームを移動しながらベスト8などの成績をね、出していきます。これは本当 COD に移ったばかりとは思えないね、好成績で、そもそもね、前年度は別のゲームのプロゲーマーだったのにね、いきなり COD に来てこの成績を出せるっていうのは本当に、まあ、単純に天才ですよね。でこの頃は多くのヘイロープレイヤーが COD シーンに挑戦したんですけど、ほとんどね、通用せず、やめていってしまいました。
中にはね、でもフォーマルのような天才もいましたがね。イネーブルが COD プロプレイヤーとして成功し始めたのは、アドバンストウォーフェアからです。チームジャスタスなので、まあ、ベスト4などのかなり好成績を収めるようになり、本当彼の COD としての才能がね、開花し始めます。そしてあの COD 界のもうビッグクランのフェイズクランへ、勧誘されることになります。でそしてその年の、COD チャンプス、COD のこの1年の中で一番大きな大会で3位というね、大成果を果たします。で間々ね、ちょっと一時期オプティックの助っ人などに呼ばれて、その ESWC など優勝したのもね、結構有名ですね。このフェイズクランの所属はとても長かったです。アドバンストウォーフェア、ブラックオプス3、インフィニットウォーフェアとね、かなり約3年間所属しました。ここまでね、長く同じチームに所属するっていうのは本当に珍しいことです。海外の COD スポーツ、本当ね、競争が激しいんでね、チームの入れ替えがものすごい激しいんですが、3年というね、長い年月、所属しました。なんですけど、大きな大会でね、優勝をね、取ることはできず、その後、ワールドウォー2シーズンに移ります。ワールドウォー2シーズンは、EG、イービルジーニアス、所属にね、なるんですけど、キックされてしまい、チームが見つからない状態に陥ってしまいます。まあ本当にチームに拾ってもらえないっていう状態は本当もう引退に等しいんですけど、イネーブルは諦めずにそこからね、オープン大会で勝ち上がり、無事ねチームカリバーに拾われます。このオープン大会はそのプロリーグの方じゃなくてアマチュアリーグの方ですね。なので一回アマチュアの方オープン大会で頑張って勝ち上がって、またねプロに拾われるっていう、ギリギリ引退間近まで崖っぷちまで行ったんですけど、大逆転をねします。そして最後、ワールドウォー2の最後のチャンプスで2位というね、大成果を果たすんですね。そしてついにブラックオプス4シーズンに入ります。ここでついにあのネイドショット、 COD 界のレジェンドプレイヤーとネイドショットが立ち上げた100シーブスに、勧誘されます。このチームは前年度のワールドウォー2で大活躍だった、最強プレイヤーも集めに集めて、作ったチームなんですけど、イネーブルもねついにその一人に選ばれました。しかしね、これだけの最強チームを集めたのに、本当今の今まで100シーブスは全然いい成績が出せずにいました。まあものすごいバッシングを受けて、もうメンバーの交代も来るだろうって言われてたんですけど、CWL フォートワースからね、調子を少しずつ上げて、CWL ロンドン、アナハイムでもう今のみんなが知る圧倒的強さで優勝します。BO4 最初の方はもうダメダメのチームだって言われてたんですけど、今やね、他に勝てるチームがいないだろうとも言われているほど、ほんとチームとしての完成度がものすごい高いです。彼の BO4 でのプレイスタイルは SMG なんですが、SMG のね、ガンスキルがめちゃくちゃ高いから強いというわけではありません。まあ、そもそも今作は SMG があまり強くなく、今までのような敵を狩るスレイヤータイプの役割ではなく、どっちかというと走り回ってアシストする、機動性を生かしたアシスト SMG っていうのが、主流になってます。まさにイネーブルはその SMG アシスターです。彼のね、そのプレイスタイルはもうスペシャリストからね、読み取れて、 SMG なので唯一ビジョンパルスを使ってます。本当はね、ビジョンパルスっていうのはよく AR の、まあ、後方の人が使うっていうスペシャリストなんですけど、まさかの彼だけ SMG なのにビジョンパルスを使ってます。他の SMG 選手はルインやクラッシュなどなんですがね、これは本当にイネーブルだけです。 CWL を見てても彼のプレイスタイルは結構まあ分かりやすいというか、もう彼だけめちゃくちゃね、動き回ってるシーンが多々ありますね。でアシストだけではなく、しっかり重要な部分でのオブジェクトしっかり打ち勝つといった、もちろんね、ここまでのトッププロなんで、もうそもそも実力ももちろんすごいんですけど、まあチームの中ではどっちかって言って、まあ汚れ役って言い方したらちょっと言い方悪いかもしれないんですが、本当アシスト、オブジェクト、本当チームを支える係に回ってる、今作の SMG にぴったりのね、動き方をしています。で、最近行われた CWL アナハイムの、まあデータをね、取ってる人が、まあ海外にはちょこちょこいるんですけど、実は 100T は勝率は高いけど、勝ってる時はね、KD が、キルデスがね、相手チームで負けてるんですよ。まあ、つまり本当に純粋な打ち合いとかの強さではなく、まあ、ゲームの理解度、連携面で圧倒しているっていうことになるんですよね。やっぱり大会だけ見てると 100T はケニーとかオクテインとか
まあ、そういうすごくキルをする人が目立ってめちゃくちゃわー打ち合い強えって思っちゃうんですけど、やっぱりそういうところで勝ってるんではなくて、やっぱチーム5人の連携が噛み合っていて、そしてこうイネーブルのようなしっかり味方をアシストするっていうプレイヤーがいるからこそだと思うんで、僕はそういう彼のプレイスタイルが好きですね。はい、というわけでお疲れ様でした。今回は 100T のイネーブルを紹介しました。今だけ見るととても活躍してる選手だけど、まあ振り返ると全然成績が出なかった時期もあるし、引退間近まで行った時期もあるし、そして親指がねないっていう体でも、もうプロゲーマーへの道を選んだ彼を見てると、なんか物事に挑戦せず言い訳をしてしまってる自分をこうね思うと、やっぱ言い訳できないなって思いますよね。なので本当にこう応援してて尊敬できる選手だと思います。まあ、今はこう COD 最強チームと言われるねチームに所属してるんですけど、やっぱ CWL は競争がものすごく激しいので、まあ今後勝ち続けるっていうのは、まあまず無理至難の技だと思うんですけど、まあ本当に頑張ってほしいなと思っています。もしこの動画で海外の COD スポーツに興味を持ってくれる方が多ければ、またこんな感じのね動画を出したいと思います。選手に絞った動画だったり、また大会のね解説だったりっていうね。なので、まあ次の動画もぜひ出してくれっていう方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。というわけでお疲れ様でした。You'd show me your heart, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, or when it's gone.